皆さんはアメリカ空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇していることについてご存知でしょうか。言わずと知れた F-35A と中国空軍が誇る J-20 戦闘機ですが、今回はこの J-20 戦闘機について詳しく解説していきます。いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機である中国空軍の最新鋭戦闘機殲20J20は、中国では武士竜マイティドラゴンと呼称されている。ドラゴンの名を冠するこの J20 戦闘機は2017年3月に運用が開始されていて、第5世代ステルス戦闘機としては世界で3番目のステルス戦闘機だ。ちなみに、一番目は、2005年12月に運用が開始された F-22、ラプター。そして、二番目は、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B、垂直、短距離離着陸型、ライトニング2となっている。2022年6月時点において、世界の第5世代戦闘機に分類されるのは、この3機種と2020年12月に運用が始まったロシアのスホ、E-57 だけ。ちなみに F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されている。さて、冒頭で触れた F-35 と J-20 の遭遇についてだが、これについてアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官がミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューに答えていた。インタビューによると、アメリカ軍の F-35 が東シナ海を飛行中、中国空軍の J-20 と遭遇し、あわや交戦となるほど互いに接近したという。その際 F-35 に搭乗していたパイロットによると、J-20 の性能とパイロットのレリ度は、我々が想像するよりも、はるかに高いものだったようだ。加えて、その時、付近には、中国空軍の早期警戒管制機、KJ500、空強500も飛行していたようで、それらの間では、統制の取れた動きが見られたとのこと。今まで、兵器に力を入れるばかりで、人員の育成が伴っていないと思われた中国軍だが、今回の一件において、その実力を侮ることは危険なことであり、客観的に正しい評価を下した後、しかるべき対抗策を講じるべきだということが、重く受け止められた。また、この J-20 の運用について、ウィルスバック司令官は、対地、対艦攻撃能力を備えた、マルチロール機となるのか、星空戦闘機となるのかの判断をするには早いと語っている。J-20 は、中国航空工業集団公司の一つである成都比企工業公司で開発されたことから、チェングズ、成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では、中国語でリボンを意味する、死体とも呼ばれているようだ。これの由来については、第5世代機の中国での呼び方である、4代機の4代と死体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに起因するとのこと。1990年代に始まった J-20 の開発は、2010年の末に、成都比企工業公司のテスト飛行場敷地内で、地上走行試験が実施されたことが確認されており、その存在が認知されたのは、非公式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことによってである。J-20 は、2011年1月に初飛行に成功し、機体が電波吸収素材の塗装が施されていることにより、ステルス性の高い機体であることが確認されている。レーダー反射段面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値は
アメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度だ。 F-35 の RCS が 0.0015 から0.005 平方メートルで、 F-22 も 0.0002 から0.0005 平方メートルであることと比較すると、ステルス性能の面においては若干見劣りすることが理解できると思う。初公開は2016年11月1日に広東省の多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で、その際は2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施された。これにより中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを国内だけにとまらず世界に印象をつけたことだろう。それからおよそ2年後の2018年9月には量産体制に入っており、年間40機のペースで製造されると報じられた。そして2019年には東部戦区に配備が開始されたようだ。ちなみに J20 は複座型が採用されており、これは第5世代ステルス戦闘機としては世界初のもの。後席の搭乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の管制を行うものと推測されている。さてここで J20 の初舷について推定されている数値を紹介していこうと思う。全長 21.2m、全幅 13.01m、全高 4.69m、空虚重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度 20,000m、最高速度 2,500km、最大航続距離 5,900km とされ、当初総発のエンジンはロシア製で、スホ、E-27、フランカーにも搭載されている。サトゥールン AL31FM に最大推力 145kN を搭載していたようだ。しかし2021年9月に行われた航空ショーにおいて、国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させたことにより、新たな J20 の誕生を主張していた。もともと中国では J20 用のエンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めていたのだが、思いのほか難航したことにより、既存の WS10 の推力引き上げを行い、挙手状のステルスノズルを搭載することにより、WS15 の実用化までのつなぎとすることにしているというわけだ。またこの WS15 は2023年をめどに完成することが予測されている。つなぎとして採用された WS10C だが、これには水力変更ノズルが未搭載であり、空中機動性において F-22 に引けを取るとされているようだ。これについての打開策として、中国は2022年より WS10C に水力変更ノズルを搭載するアップグレード開発計画が進行しているとのことを、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙 SCメートル P が報じている。加えて J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているのだが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は 24kW に達するとされており、この数値は F-22 が搭載している AESA レーダー AN-APG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っていることになる。このことから J20 に搭載されている AESA レーダーは AN-APG-77 より探知距離が長いのではないかと推測されているようだ。さらに J20 には
F-35 にも搭載されている AN/AAQ-37 エオダスによく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えている。しかし似て異なるものと言われており、 F-35 の EOTS-86 が空対空、空対地的外線捜索、追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は、空対空目標の捕捉、照準に比重を置いているとのこと。ちなみに、J20 のコスト面に触れていくと、1機あたりおよそ1億から1億2000万ドルであり、これは、日本円に換算すると、およそ132から160億円である。しかしながら、2000年代初頭に言われていた価格は、4億5000から5億元で、日本円に換算すると、およそ88から98億円であり、開発過程において、そのコストは大幅に上昇している。研究開発費は、およそ6000億円にも上ると、推定されており、中国が、どれほど力を入れているのかが伺えるだろう。F-35 のコストと比較してみても、昨今導入を決定したフィンランドの価格はおよそ7300万ユーロであり、これは日本円に換算するとおよそ93億円となる。両機を比較しても、J20 が高コストであることは疑いようだな。とはいえ、量産体制に入ったことを考慮すると、J20 の価格は多少は、下がっていると予想される。ここで日本が購入する F-35 の価格について話しておくと、その金額は1機あたりおよそ130億円だ。明らかにフィンランドと比較しても割増の値段であり、このことに関して当然ながらアメリカのカモにされているという説が飛び交っているのだが、これには確かな要因が存在している。というのも、防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が、機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに、日本企業が参画することを認めているのだ。この条件を提示する理由としては、日本が次期戦闘機の開発において必要な技術力を維持するためであり、将来的な国産化を目指すためである。だからこそ新たな設備への投資やライセンス獲得費用といったものが重なり、それらの調達価格が上乗せされた金額になっているというわけだ。また2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているのだが、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16、ファイティングファルコンを母体として F2 を開発した経験しかない日本が、次世代、第6世代とされる戦闘機を開発するのだから、当然とする見方がある。つまりは、経験のない日本が、中国よりも、開発費が高額になるのは、致し方のないことというわけだ。世界情勢に左右されないため、自衛隊の装備品を、国産のもので揃えることは、国防上、重要な部分となっており、高額な装備品である、戦闘機の国産開発、製造は言うまでもない。国内企業の防衛産業離れが、問題となっている現状を踏まえれば、多額の投資によって、
国内企業の防衛産業参画を促しておくことは重要なことだと言える。